映画永遠のゼロのラストシーン、冷戦を操るパイロット宮部久蔵は特攻隊として出撃します。勇猛果敢に敵空母へ突進し、ぶつかる寸前に90度の急上昇、そして敵空母の真上から真っ逆さまに突っ込んでいきます。まさに映画のラストを飾るにふさわしい壮絶なシーン。実はこれは実在した冷戦搭乗員がモデルとなっていると言われています。その男の名は冨安俊介。冨安中尉は日本軍を苦しめた米空母エンタープライズをたった一人で大破炎上させました。今回はその栄誉ある活躍を紹介したいと思います。戦時中日本軍が行った特攻、それは爆弾を搭載した飛行機もろとも敵艦に突っ込む戦法です。そんな特攻のための新風特別攻撃隊が編成されたのは大東亜戦争末期。特攻作戦は昭和19年10月のフィリピン戦線で始まりました。海軍の四季島隊5機によって結構され、米空母1隻を撃沈し、他の1隻にも損害を与えます。日本軍が誇った戦艦の攻撃でさえ、戦中アメリカ軍の空母を1隻しか撃沈していないことを考えると、四季島隊の戦果がいかにすごかったかがわかります。この大戦果により、海軍は特攻を本格的に進めることとなります。四季島隊に習った特攻は次々と戦果を上げました。しかしながら米軍もレーダーを駆使し、空母と特攻隊の進路の間に護衛機を多数配備するなど、特攻への対策を進めました。その結果、次第に特攻攻撃は通用しなくなり、体当たりどころか近づくことすら困難となっていきます。たとえ空母付近にたどり着いたとしても、そこにも護衛機が待ち構えており、迎撃弾の雨が降り注ぐのです。そんな過酷な状況の中、冨安中尉は昭和20年5月14日鹿屋基地から新風特別攻撃隊第6筑波隊の隊長として冷戦で出撃。対峙したのは米海軍の象徴とも言うべき空母エンタープライズです。冨安中尉が挑んだ空母エンタープライズは1938年に就役した7代目。大東亜戦争においては米海軍の中核戦力として非常に重要な働きを見せました。日本海軍による真珠湾攻撃時、運よく出航中で被害を免れた後、散々日本を苦しめた存在です。昭和17年6月のミッドウェー海戦、その時はエンタープライズに艦載された急降下爆撃隊が大活躍を見せます。爆撃隊は当時の日本海軍最大の空母加賀に集中攻撃を加え撃沈させたのです。さらに近くにいた空母赤城にも致命傷を与え、翌日には空母飛龍をも撃沈しました。いくつもの空母を機能停止に追い込んだエンタープライズの急降下爆撃隊は、米海軍のミッドウェー海戦における勝利の立役者といって過言ではないでしょう。エンタープライズはその後の戦いでも多くの主要な戦場に出撃し、日本海軍と幾度となく激戦を展開しました。手傷を負うこともありましたが、その都度修理を行っては戦場に舞い戻ります。その戦いぶりからラッキー・イーとも呼ばれました。アメリカ海軍史上最高峰の武勲を挙げた名艦として歴史にその名を刻んでいます。そんな空母エンタープライズに対し、
富安中尉はどのように挑んだのでしょうか。昭和20年5月14日、富安中尉の率いる第6筑波隊の爆走冷戦隊が出撃します。500キロの爆弾を抱えた15機の冷戦が鹿屋飛行場を飛び立ちました。爆弾の重量のため滑走路の精一杯まで滑走してようやく機体が浮かび上がったといいます。途中で1機がエンジントラブルを起こし14機となりましたが、第11兼務隊、第8七星隊、第6神剣隊とも合流し、計26機で南方の米機動部隊を目指しました。しかしながら米軍にその動きはすぐに察知されてしまいます。直ちに迎撃隊が配備され、19機が迎撃戦闘機により撃墜。生き残った7機のうち6機も対空砲火を浴びます。エンタープライズへの突入を前に残るのは富安中尉が操る1機のみとなってしまいました。鹿屋飛行場から出撃しておよそ1時間半が経過した午前6時56分、たった1人生き残った富安中尉は対空砲火を避けるため一旦雲の中に入り込み機体を隠します。時折雲の中から顔を出しエンタープライズの位置を確認。米軍は事前にレーダーで富安中尉の機体を捉えていたものの、雲の中に紛れてしまっていては効果的な攻撃を加えることができません。そうした状況にしびれを切らした米軍はエンタープライズの向きを変えました。富安中尉の機体に船尾が向く形となったのです。富安中尉はこの機会を逃しませんでした。満を持しての急降下突撃。富安中尉は機体を横滑りさせながらエンタープライズからの集中砲火をかいくぐります。そしてエンタープライズの懐へと接近していきます。だんだんと眼前に迫りくるエンタープライズ、あと少しでその横っ腹に突っ込む。そう思った次の瞬間、富安中尉は機体を一気に引き起こしエンタープライズの真上に急上昇します。徹底した軽量化が図られた冷戦にとって急上昇は機体に大きな負担をかけてしまいます。このような操縦は普段から整備兵により厳重に注意されていたものです。しかし富安中尉はあえてその危険を冒します。富安中尉の狙いはエンタープライズの前部エレベーター部分にありました。そこはエンタープライズの最大の弱点であると言われる部分なのです。機体をエンタープライズの真上に持ってきた富安中尉は上空で機体を左に180度旋回させます。富安中尉の機体は背面飛行の形になりました。つまり通常の飛行体勢からひっくり返ってしまった形です。もちろんこれも富安中尉の作戦のうち、機体を逆さまにすることにより機体にかかる揚力を殺し落下スピードを上げることができるのです。これは富安中尉の卓抜した操縦技術と綿密な計画性がなければ成し得ることではありません。そして富安中尉は背面飛行体制のまま急降下しエンタープライズの飛行甲板前部に突入しました。富安中尉の機体が搭載した爆弾はエンタープライズの前部の飛行甲板を突き抜けます。そのさらに15メートルほど奥にある3階下のフロアにまで到達して爆発を起こしました。富安中尉の狙い通りエレベーターは破壊され、その部品が上空130メートルまで吹き飛びました。エンタープライズの負った被害は甚大でした。沈没こそ免れたものの、甲板全部とエレベーター室で火災が発生し戦線離脱を強いられます。
そしてこれがエンタープライズの最後の戦いとなったのです。それほどの大打撃を富安中尉はたった一人で与えたのです。富安中尉の遺体はエンタープライズのエレベーターホールの下で発見されました。富安中尉の特攻は米軍からも敬意を持って受け止められます。優れた技術と計画性を持ったその特攻は、米軍側では無謀な自爆攻撃という意味合いを含む神風ではなくディバインウィンドと呼ばれました。これまで日本海軍が3年かかってもできなかったことをたった一人で一瞬の間にやってのけた。米海軍関係者の一人はこのように称賛します。富安中尉の遺体はアメリカ兵と同じように丁重に推葬されました。エンタープライズの乗組員ノーマン・ザフトは突入した冷戦の破片とプロペラの一部を拾います。彼は戦後長い間日本に対して良い感情を持っていませんでしたが、50年以上経ってその感情も薄れ、冷戦の破片を日本の遺族に返還することを決意します。日米の友人を通して冷戦の搭乗員とその遺族の調査が進められ、富安中尉の機体の破片は平成15年富安中尉の家族に返還されました。このようにたった一人でエンタープライズを機能停止に追い込んだ富安中尉、最後に彼が家族に宛てたご遺書を紹介し、この動画を締めくくりたいと思います。父上様、母上様、姉上様、突然某方面に出撃を命ぜられ、ただいまより出発します。もとよりお国に捧げた体ゆえ生還を期しません。必ず立派な戦果を上げる覚悟です。祖国の荒廃存亡は今日ただいまにあります。我々はお国の先盛りとして出て行くのです。私がいなくなったら寂しいかもしれませんが、大いに張り切って元気に暮らしてください。心配なのは皆様が力を落とすことです。海軍に入るとき当然死を覚悟していたのですから、皆様も寂しがることはないと思います。秀夫には頼りを出す予定ですが、家からもよく言ってやってください。近藤中尉が訪ねていく予定ゆえ会ってやってください。では俊介。戦後日本で初めてのジェット戦闘機操縦士の一人として航空自衛隊の黎明期を支えた男、あなたはその人をご存知でしょうか。大東亜戦争においては真珠湾攻撃から終戦まで冷戦をはじめとした戦闘機を乗りこなし第一線で活躍、抜群の技量を用いて生き抜いてきた人物でもあります。その男の名は指宿正信隊員。指宿に関する記録はほとんど残っていません。わずかに存在する資料を調べているとその活躍の軌跡が見えてきます。しかしその人生は多くの仲間や部下を失うという苦悩に満ちたものでもありました。今回は戦争を生き抜いた指宿隊員の知られざる人生を紹介いたします。指宿大尉は南薩摩加世田で生まれ育ちました。学生時代から優秀で海軍兵学校を首席で卒業、卒業した後は一貫として航空畑を歩み戦闘機乗りとして生きる道を進みます。昭和16年大東亜戦争の幕開けとなった真珠湾攻撃、
その時指宿大尉は空母赤城所属の冷戦隊分隊長を務めていました。第一次攻撃隊に加わり、両機の岩木義雄一匹曹、羽生十一郎一匹曹とともにヒッカム飛行場を制圧。この勝利に勢いづき、指宿大尉の所属する部隊はインド洋にも進出します。セイロン島コロンボ空戦で対するのはイギリス軍。戦闘機ハリケーンに加え最新鋭のスピットファイアを投入し、日本軍を待ち構えます。指宿大尉はそれでも動じません。指宿大尉はスピットファイア4機を撃墜。指宿大尉が撃墜した4機のうち1機は不時着に成功しました。パイロットはコックピットから這い出て何とか生還。その様子を上空で見ていた指宿大尉はパイロットにとどめを刺すことはしませんでした。その代わりに風防を開けて手を振って上空を通過。なんという粋な振る舞いでしょうか。飛ぶ鳥も落とす勢いでの活躍を見せた指宿大尉。その活躍もあってか、日本軍は真珠湾攻撃の成功を端緒として快進撃を続けます。しかしながらその勢いはそう長くは続きません。昭和17年6月、戦争の潮目となる戦いがやってきます。ミッドウェー海戦です。そこでは指宿大尉に大きな試練が待ち構えていました。昭和17年、日本軍はミッドウェーの攻略を目指します。指宿大尉は空母赤城を上空から護衛する任務につきました。米軍の攻勢に負けじと指宿大尉は合計8回にも及ぶ発艦着艦を繰り返し、母艦上空を死守します。指宿大尉は仲間と共に雷撃機のデバステイヤーを1機、急降下爆撃機ドーントレス1機、双発の陸上爆撃機 B-26 マローダー2機を撃墜する活躍を見せます。時期も被弾しつつも果敢に戦い続けた指宿大尉。しかし米軍の必要な攻撃に赤城は沈没してしまいます。空戦では負け知らずの指宿大尉ですが、帰還する空母がなくなってしまってはどうしようもありません。やむなく海上へと不時着。そしてそのまま海上に取り残されてしまいます。海面を漂流すること数時間、冷たい海水に体温を奪われ、間もなく体力も尽きようかという時、指宿大尉に救助の手が差し伸べられます。指宿大尉はなんとか命拾いをしました。しかしながら命を落としてしまった者もいました。真珠湾以来半年にわたって一緒に戦ってきた仲間である羽生もその一人、この戦いで帰らぬ人となってしまいました。そして翌年、指宿大尉はもう一人の大切な仲間をも失ってしまいます。それは昭和18年8月、南太平洋海戦でのことです。指宿大尉は空母昇格に乗り込み、信号秀樹隊員のもとでその戦いに挑みました。この戦いでは B-17 フライングフォートレスが日本軍を苦しめます。フライングフォートレスの名には空飛ぶ要塞という意味があります。 B-17 は強固な防弾装備と多くの防御火器で身を固められ、その名の表すように鉄壁の防御機能を誇っていました。指宿大尉も幾度となく B-17 と相対し迎え撃ちましたが、なかなか撃ち落とすことができず、雲間に逃してしまうことがほとんどでした。 B-17 に何度も辛酸を舐めさせられる中、ついにその時がやってきます。
いわき一尾曹と協力し、激しい戦闘の末、B-17 を撃墜したのです。しかし、この戦闘の中で、いわきの乗る機体も被弾し、炎上してしまいます。鎮火を試みるも、火の勢いは止まりません。まもなくいわきは、生還不能と自ら判断を下します。自分の最後を悟ったいわきは、指宿隊員に向かって、微笑みかけるかのような顔を見せ、敬礼しました。そしてそのまま海面へと突っ込み、爆発。指宿隊員の仲間がまた一人命を落としました。指宿隊員自身も度重なる米軍の攻撃により被弾し、海面への不時着を余儀なくされます。ですがここでも指宿隊員は救助され生き延びます。気の置けない仲間を失いつつも、自分だけ生き残る指宿隊員の気持ちはどのようなものだったのか計り知れません。昭和18年末から翌年6月にかけて、指宿隊員は17から18歳が中心の若き航空要員の連成に勤めるようになります。指宿隊員が育てた261海軍航空隊は、絶対国防圏防衛を担い、大宮島、サイパン島、テニアン島、パラオ、ペリリュー島を回り、空戦を重ねます。指宿隊員が手塩にかけて育てた若者たちですが、彼らもまた相次ぐ連戦に次々と命を落としていきます。特にマリアナ沖海戦での消耗は激しく、なんとほとんどの部下を失ってしまいます。なんとか生き延びた部下たちと指宿隊員はサイパン島に滞留していました。生き残った部下は日本軍にとっても貴重な航空隊員です。米軍のサイパン上陸作戦が目前に迫っている中、彼らの命を無駄にするわけにはいきません。そこで潜水艦と輸送機による脱出作戦が始まりました。261海軍航空隊のメンバーは順次サイパンを脱出してフィリピンへと向かいます。しかし米軍の攻撃がすぐそこにまで迫っていました。残念ながら全員を救出しきることはできません。先に救助された人たちは助かった一方、サイパン島に残された者は地上戦に巻き込まれてしまいました。彼らは慣れない手榴弾を手に戦い、玉砕したといいます。無事脱出できた人と残された人、ここに優先順位はありませんでした。まさに運命のいたずらとでも言いましょうか。指宿隊員は無事に脱出しフィリピンへと向かいます。その一方、261海軍航空隊の司令官だった上田猛子中佐や、海軍の司法とも言われた東山一郎空曹長など、助からなかった命も多くありました。戦局がさらに悪くなった昭和19年、指宿隊員はとある部隊の編成に関与することとなります。それは四季島隊、初めての新風特別攻撃隊、つまり特攻を行うために編成される部隊です。これまでに多くの仲間や部下を失ってきた指宿隊員、指宿隊員の脳裏には彼らの笑顔が焼き付いて離れません。今こそ自分も後に続く時だ。指宿隊員はそう覚悟を決め、四季島隊の副長だった玉井朝一中佐に自らが一番機として突っ込むことを切望します。しかしながら指宿隊員のその思いは却下されてしまいます。代わりに一番機として指名されたのは関幸雄隊員。関が行くなら俺も行く、俺も一番にやってくれ。指宿隊員はなおも食い下がります。貴様は真珠湾以来の強者、これからは指導する立場にあるので作戦に参加させることはできない。
死なれては困る。結局関が一番機として特攻を行いました。関もまた指宿大尉の近しい部下の一人でした。指宿大尉は戦後幾度となく関の墓に訪れたといいます。その後内地へ戻り、横須賀海軍航空隊となった指宿大尉は紫電海に乗り込み B-29 や P-51 と対峙し撃墜しました。常に第一線で活躍を見せた指宿大尉、ついに生きて終戦を迎えます。多くの仲間を失い自分ばかり生き残ったことに複雑な気持ちもあったことでしょう。こうして死に損ない、おめおめと生きている。戦後このように子供たちに語ったといいます。指宿大尉は戦後も空を飛び続けました。航空自衛隊の黎明期を支え、戦後初のジェット戦闘機 F-86 のパイロットになったのです。彼は全国各地を訪れ、教官として次世代を担う人材の育成に心血を注ぎました。まさに空に生きた男、そんな指宿大尉に突然の最後が訪れます。それは昭和32年1月9日のことでした。指宿大尉はこの日も飛行訓練のために F-86 に乗り込みました。指宿大尉の機体の後ろには訓練生の機体が続いていました。その時不運な事故が起こります。後ろを操縦していた訓練生が指宿大尉の機体を太陽と重ねてしまい、目がくらんでしまったのです。目がくらんだ一瞬のため、訓練生はスロットルを戻すのが遅れてしまいました。コントロールを失った機体はそのまま指宿大尉の機体に追突。訓練生はその場で緊急脱出を図り、落下傘降下を行います。機体は天竜川の河川敷へとそのまま落ちていきました。一方、追突された指宿大尉の機体は浜松の市街地へ差し掛かっていました。ここで緊急脱出を行えば機体は住宅地の中へ突っ込んでしまいます。そのため緊急脱出は行わず、最後まで損傷した機体をコントロールし続けました。演習ならまで引っ張る。指宿大尉は民家に被害の及ばない海上まで飛行機を何とか飛ばし続けます。そして緊急脱出。しかし指宿大尉が緊急脱出のレバーを引いた時にはもう高度が十分ではありませんでした。落下傘が開かないまま海面へ衝突。指宿大尉はこうして42年の人生に幕を下ろしました。戦中は自分より若い者が次々と亡くなっていくのを見て、やりきれなさを感じた時もありました。しかし戦後も空を飛び続け、最後まで国民の命を守った指宿大尉の志は今日でもしっかりと受け継がれています。自衛隊員の服務の先生にはこうあります。私は我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結厳正な規律を保持し、常に徳相を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感を持って先進職務の遂行にあたり、ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応えることを誓います。自衛隊は指宿大尉の築いた礎を受け継ぎ、今日も日本を守り続けています。
大空の侍として知られる酒井三郎海軍中尉。大東亜戦争において日本海軍のエースパイロットとして活躍し、出撃回数は100回にも及ぶほどでした。酒井の自伝である大空の侍に描かれた酒井の生き様は大きな反響を呼び、日本だけにとどまらず英語、フランス語、イタリア語にも翻訳され、世界中の人々に読み継がれています。今回はそんな酒井三郎の活躍を紹介していきたいと思います。日本海軍のエースパイロットとして活躍した酒井ですが、パイロットになるまでの道のりは平坦なものではありませんでした。大正5年に佐賀県で生まれた酒井がパイロットになろうと志したのは、中学校を成績不振から退学処分となった後のことでした。中学校を退学した酒井は実家で農作業に従事していましたが、その頃自身の進路について真剣に考えるようになります。そんな時、農作業をしながらふと空を見上げると、あるものが目に映ります。それはすごいスピードで酒井の視界を横切ります。佐世保航空隊の飛行艇が低空を旋回したところだったのです。もともと速いものに憧れがあった酒井は、目の前を過ぎ去ったその飛行機のスピードに心を奪われます。その思いが日に日に募り、海軍少年航空兵募集のポスターを見つけるや、早速応募し受験します。しかしながら結果は不合格。2回受験しましたが、2回とも合格は叶いませんでした。それでも酒井は飛行機への思いを断ち切ることができません。海軍に入れば飛行機を近くで見ることができるし、あわよくば触ることもできるのではないか、そう考えるようになりました。その思いから海軍の志願兵に受験すると合格し、昭和8年4等水兵として佐世保海兵団に入隊します。その後、横須賀の海軍砲術学校に入校し、翌年には同校を200人中2番目の成績で卒業します。砲手として優秀だった酒井は、当時花形とされた戦艦の2番砲塔の砲手を任されます。順調に砲手としての道を歩んでいた酒井、しかしながら酒井はその道から自ら外れてしまうことになります。演習で艦載機の射出を見たとき、飛行機への憧れの気持ちがふつふつとまた湧き上がってきたのです。やっぱり砲手よりも飛行機に乗りたい、そんな思いを上官に伝えました。すると酒井は主砲の砲手を外されてしまい、艦艇で装薬や砲弾を扱う弾庫員へと追いやられてしまいます。それでも酒井のパイロットへの思いは捨てきれません。酒井は操縦練習生を受験しました。年齢的にも受験できる最後の機会でした。結果は見事合格。昭和12年、酒井は念願の霞ヶ浦航空隊に入隊することとなりました。航空隊に入隊した酒井は、昭和13年10月5日、観光空襲に参加しました。これが酒井の初めての出撃となります。その初陣を皮切りに、フィリピン・クラーク空軍基地攻撃、ジャワ島・スラバヤ上空での空戦など、いくつもの戦闘をこなしていきます。ラバウル方面に進出した頃の酒井は、最も輝いていたと言われています。しかし、そんな酒井にも試練の時が訪れます。それは
昭和17年8月7日のことです。ガダルカナル攻撃に参加した酒井は一機の敵機体を撃墜した後帰路に着きます。戦闘を終えた帰り道ということで油断もあったのでしょうか、酒井は敵軍の爆撃機に接近を許してしまいます。気がついた時には敵機は20メートルの至近距離まで迫っていました。そんなに近づかれているのでは敵の弾を回避することもできません。なすすべもなく酒井の乗る冷戦は集中砲火を浴び火を吹き上げました。もちろん乗っている酒井もただでは済みません。体の至るところに銃弾を浴び、頭部にも銃弾が襲いかかりました。目から血が吹き出し、出血多量から次第に意識が朦朧となってしまいます。酒井は意識を何とか保ち、必死の思いで操縦桿を握ろうとします。しかし左手に力が入りません。左半身もやられており、腕が力なくだらりとぶら下がってしまっているのです。そして右目も見えないことに気がつきます。計器すら満足に見えないのです。制御を失った機体は海面に向けて急降下していきます。絶体絶命の状況の中、酒井は半分無意識の状態でなんとか機体を水平飛行に立て直します。頭部をはじめとした出血は多量で、止血を行うものの時折意識がなくなってしまうほどの重傷でした。そんな中、酒井は4時間も飛び続け、奇跡的にラバールの基地に生還します。着陸も正常に行える状態ではなかったため、危ういものでした。ヤシの木と同じ高さまで降下したタイミングでエンジンを切り、惰性で着陸を行ったのです。燃料もギリギリで、あと少しで墜落してしまうほどでした。酒井の受けた傷はラバールで治療することはできず、内地に送還されました。横須賀海軍病院で手術を行ったものの、思ったようには回復しません。右目の視力はほぼなくなり、左目も 0.7 にまで落ちました。そして左半身はしびれが残り、とても飛行機を操縦できる状態ではなかったといいます。軍医からは軍人を辞めるように言われましたが、酒井の飛行機に対する思いはそんなことでは断ち切れませんでした。片目でも空戦経験の少ない戦闘機乗りよりも私は使えると思う。そう説得し、教官として航空隊にとどまることとなったのです。酒井が自らを高く評価できたのは、酒井が自信過剰だからなのではありません。誰もが認めるほど人一倍努力を積み重ねて技術を磨いてきたからなのです。酒井は窮地に立たされながらも奇跡的な生還を果たしました。その奇跡は偶然ではなく、日頃の訓練の賜物でした。酒井は飛行機に対するその熱い思いから訓練も人一倍熱心に行っていました。自分をこれでもかというほど追い詰め、最後の最後まで力を出し切る訓練を繰り返します。例えば限界まで逆立ちをして、もうこれまでと思ってからどのくらい続けられるか、水に潜って限界を感じてからどれだけこらえられるか、息を止める訓練も日常的に行っており、酒井によるとだいたい45秒くらいで苦しくなり、1分でギブアップ寸前の限界を迎えるそうです。そこを必死に耐えて1分15秒を過ぎると楽になるといいます。そんなことを日々繰り返しているうちに、2分30秒も息を耐えられるまでになったのです。そのような訓練を行っていたからこそ、酒井は死の瀬戸際に追いられても
飛行機を操縦し、無事に基地まで帰ることができたのでしょう。酒井の飛行機に対する熱い思いとたゆまぬ努力、それが戦中の酒井を輝かせ、いかなる逆境をも切り抜ける原動力となりました。中学校を成績不振で退学した劣等生を日本を代表する撃墜王へとたらしめたのです。そんな酒井が発する一つ一つの言葉には重みがあります。その名言の数々を紹介していきたいと思います。度重なる空戦を経験した酒井、その酒井が発する名言にはやはり空戦に関するものが数多くあります。それらの言葉は今の私たちにも通じるものがあります。何でも同じで辛いと思った時、そこを踏み越えなければ勝てない。生理的にも精神的にもこうした訓練をやって、非常に辛い時にもまだ余裕があるということを発見した。過酷な訓練を幾度となく自らに課した酒井であるからこそ、その言葉に重みが感じられます。苦難に耐えて踏みとどまった先には、新たな世界が広がっているかもしれません。乱戦になったら敵の動きを見て、先の先を読め。目先有利で敵を仕留めても、次に自分がやられては何にもならない。人は誰しも目先の利益に飛びついてしまいがちです。特にいつもと違う混沌とした先の見通しが効かないような時世においてはなおさらです。長い目で先を見通す力こそ、そういう時に求められている力なのです。一か八かはヤクザ拳法、常に戦いは理にかなう、無謀は戦術以前の暴挙、命は一つしかない、死んだら次はないと心得よ。酒井が生きた戦時中は、無謀な考えが生死に関わることもザラではありませんでした。自分の命を懸ける覚悟を持って理にかなった選択をしてきたからこそ、生き残ることができたのです。やられた時、しまったと何度唱えても無駄、最小の被害で食い止め、最良の処置をするように考えよう。酒井の名言はこの他にもあります。どの言葉も今の私たちに説得力を持って訴えかけてくるものばかりです。酒井の思いの詰まったこれらの言葉、しっかりと心に受け止めたいと思います。最強の冷戦パイロットと呼ばれ、冷戦虎徹と自称した岩本鉄三を知っていますか？日本海軍のエースパイロットであり、支那事変から大東亜戦争終戦までほぼ前線で戦い続けました。その撃墜数は202機。丸刈り命令を拒否して挑発で通し、背中に天下の浪人冷戦虎徹と書かれたライフジャケットを愛用、垂直降下、一撃撃墜を特技とした空戦の達人でした。海軍時代を詳細に記した大学ノート3冊の回想録には、撃墜の模様を記してあるほか、特攻攻撃へのさまざまな思いが綴られています。岩本の死後、冷戦撃墜王のタイトルで出版されました。岩本の回想録を通して、また違った特攻隊員の姿をお伝えしたいと思います。岩本は大正5年、警察官を父に、男3人女1人の4人兄弟の三男として北海道で生まれました。
幼少時からわんぱくですばしっこく、勉強よりも体を動かすことを好みました。また一本気の頑固な正義感の持ち主で、教師をへきへきさせることもあったそうです。昭和10年増田農林学校を卒業。農家を継ぐことを嫌った岩本は、父の意に反して大学受験と偽り、海軍の志願兵試験を受験、合格して航空科を選択しました。農業の担い手を期待していた両親はひどく落胆しますが、自分は三男に生まれたのだから、お国のためにこの命を捧げますと告げ、海兵団に入団します。昭和9年呉海兵団に4等航空兵として入団後、昭和11年に第34期操縦練習生として霞ヶ浦海軍航空隊に入隊しました。操縦練習生を卒業後、昭和12年2月25日の支那事変における南昌作戦で初空戦ながら短期にて敵機5機を撃墜し、9月に帰国するまでに14機を撃墜。下士官でありながら高5級禁止勲章を受け、支那事変のトップエースとなります。回想録には初陣に出る時の心境がこう記されています。24日の夕刻に中国南昌空襲の命が下った。胸は躍り、体中の血が湧き立ち、武者震いと不安が交差する。冷静沈着に行動しなければと戒める。2月25日。敵機は目で見るんじゃありません、感じるもんです。そう話していたという岩本。昭和16年10月、新鋭空母瑞鶴戦闘機隊に転じ、ハワイ作戦、インド洋珊瑚海海戦に参加しました。珊瑚海海戦では日本軍は目的を達成できず撤退します。米軍遊撃機は空母レーダーから日本軍機の位置の指示を受けて、時々刻々の対応ができましたが、日本軍は母艦から簡単な敵情程度しか知らされない圧倒的劣勢でした。それでも母艦瑞鶴と岩本らの直営隊は一命の戦死もなく無傷でした。しかし攻撃隊の多くの搭乗員を失った岩本は、寂しい、涙がにじむ、このように一度に多数の戦友を失ったのは初めてだ、優秀な搭乗員を多数亡くして、これから先いかにして戦っていくつもりだろうと悲痛な心の内を綴っています。昭和18年11月、ラバウル派遣隊に加わり、ラバウルに進出します。岩本の戦術として有名なものは送り狼と呼ばれるもので、日本軍戦闘機を撃墜したアメリカ軍機の基地機関時を狙って待ち伏せ攻撃で奇襲撃墜するものでした。攻撃を終えて機関中の敵を攻撃するこの奇襲攻撃について、岩本は、我々の今やっている戦法は長い間の実戦の経験から体得されたもので、今来たばかりの部隊には到底理解できないところがあると述べています。ラバウルの空は岩本で持つ、そう称えられる岩本のラバウルでの活躍は映像にも残っていて、時に69機撃墜という信じられない成果を上げています。岩本の爆撃機攻撃方法は、敵機の進行方向と反対に飛行し、緩降下して背面飛行に移り、
射撃角度を調整しながら急降下。機銃を爆撃機の直上から操縦席を狙って高速で離脱。再度上昇して反復攻撃するという攻撃方法でした。これには高度な飛行テクニックと計算力、射撃能力が必要とされました。この攻撃方法は1秒でも時間を誤れば失敗するが、操作時期さえ良ければ受注ハック成功する。しかし若い搭乗員にはそんな難しい攻撃法はとても無理であると述べていることから、難易度の高さがわかります。米軍ではあまりの被害数にラバウル周辺のことをドラゴンジョーズと呼び、ラバウルにおける日本軍はアメリカとほぼ同数の1000機いると思っていたようですが、実際には10分の1以下の戦闘機で守っていました。その先頭には岩本がいたのです。岩本の生涯撃墜数202機のうち、ラバウル上空の戦果は142にも上ります。岩本は撃墜数を表す桜のマークを自ら機体に描いていました。マークは60から70個も描かれており、愛機は桜マークで機体後部が赤く見えたそうです。もちろんこの機体は上空でも敵の目を引くことになりますが、岩本は敵機をことごとく返り討ちにしました。個人成果主義を否定する周りのパイロットたちは当初あまり快く思っていませんでしたが、確実に多くの敵を撃ち落とし生還し続けた岩本を次第に認めるようになっていきました。戦争末期、戦局が悪化し次々と特攻の命令が下されます。若いパイロットは爆弾を抱いて敵機に突っ込み、老練のパイロットはそれを援護し戦果を見届けた後に生還します。そのような経験をしてきた岩本は特攻を批判しました。昭和19年10月末、第2航空艦隊で行われた第2神風特別攻撃隊の志願者募集の際、岩本は志願をしませんでした。その理由について次のように述べています。死んでは戦争は終わりだ。我々戦闘機乗りはどこまでも戦い抜き、敵を一機でも多く叩き落とすのが任務じゃないのか。一回きりの命中で死んでたまるか。この戦法が全軍に伝わると我が軍の士気は目に見えて衰えてきた。神ならぬ身、生きる道あってこそ兵の士気は上がる。表向きは作ったような元気を装っているが、影では泣いている。命ある限り戦ってこそ戦闘機乗りです。こうまでして下り坂の戦争をやる必要があるのだろうか。勝算のない上層部の破れかぶれの最後のあがきとしか思えなかった。正義感の強い岩本はおかしいと思ったら上官の命令に背くこともありました。戦闘機パイロットという職分に反した作戦を実行することは、岩本のこれまで築き上げてきたエースとしてのプライドが許さなかったのです。小柄で物静かという雰囲気を持っていたため、撃墜王にはあまり見えなかったものの、見る人によっては強い殺気を感じさせるものがあり、さながら昔の剣客といった印象だったといいます。また近接護衛戦闘機として数十機の特攻機の突入を目の当たりにし、数刻前まで共に存在していた人々が消えてしまったことに無念の思いも記しています。髪の毛が逆立つ思いであった。せめて彼らの最後とその戦果を詳細に見届けておこうと、私は何時までも上空を旋回していた。
訓練しては前線に送り、一作戦で全滅させて、またもや訓練の繰り返しである。実戦に役立つ戦力に達するには程遠い。しかし前線では搭乗員が不足しているのだ。昭和20年3月末、沖縄戦開始初頭の夜間強行偵察では、岩本が短期で慶良間諸島で上陸作業中の米軍艦艇を銃撃し、大損害を与えます。この頃は桜が満開を迎えていました。花といえば、鹿児島の女学生が毎日飛行機のお手入れに来てくれていたと、この時の出来事を印象深く回想しています。常に厳しい戦いに身を置く中、心温まる瞬間が岩本にもあったことが伺えます。昭和20年8月15日、終戦を迎えると喪失感のあまり3日ほど抜け殻のように過ごします。数日後、搭乗員解散命令で写真など全部の所持品を焼いて、ウイスキー1本を軍用自転車に積み、山口県岩国から島根県益田へ帰郷しました。岩本は GHQ による公職追放を受けて、失意のうちに職を転々とします。空の生活から地上の生活に馴染めず、また軍隊気分も抜けず、次第に心の吐け口をアルコールに依存していきました。二人の子を持つ父親としての岩本は、手先が器用で子供のおもちゃをよく作っていました。途端ブリキを買ってきては、自動車を作って塗装までしていたそうです。最後は医者の誤診に伴う手術の予後に肺血症となり、昭和30年、7歳と5歳の男の子を残して38歳という若さで亡くなります。病床にあっても、飛行機に乗りたいと語っていました。204空時代の司令柴田武雄は、岩本の葬式で、岩本は戦闘機乗りになるために生まれてきたような男でしたと語っています。次男は後に航空自衛隊に入隊しています。支那事変から終戦までの詳細を記した大学ノート3冊分の回想録には、さまざまな実戦局面で幸運や勘ではなく、この時期に艦隊戦闘機体訓練で体得した技術を養生、夜間の飛行操縦術へ科学的に応用活用し、確率を上げて生き抜いた描写が記述されています。死後十数年間、岩本夫人のもとに保管されたままになっていましたが、冷戦撃墜王と題し出版されました。戦闘機乗りとしての職務を全うしようと、敵だけでなく特攻思想とも懸命に戦った岩本鉄三、回想録を通して戦争のまた違った一面が見えてくるような気がします。